もうこんな子見たことないわ。実行することのメリットとデメリットすら考えられないの？そこまでバカじゃないでしょうに。なんで隊長を助けたのかちゃんと説明してちょうだい。あら、答えない気ね。なら質問を変えるけど、隊長は何をしようとしてるの？それはナタとどんな関係があるの？聞こえないふり？ばあちゃんを無視する気なの？よーく考えてみなさい。隊長を助けるメリットなんてある？君と名園の主全体に終わりのないトラブルをもたらすだけでしょ。普段は聞き分けのいい子なのに、どうしてこんな無謀なことをしたのよ。心配事があったならこんなことせずに私に言ってくれればよかったじゃない。うわっ、なんでこっちを見るんだよ。こんなところを見せてしまって申し訳ない。君は優しい。普通の人ならとっくに逃げてるかも。ばあちゃんの文句を喜んで聞く人なんていないから。後ろでこそこそ内緒話するなんて、君たちね。うわあ、ごめんよばあちゃん。まあいいわ。私のような威厳のないばあちゃんは何を言っても無駄なのね。君たちはもう立派な大人で、ばあちゃんの言うことなんて聞いちゃいないのよ。尊敬するなんて口だけなのよね。だって実際はどう？もうイファズテにジャガイモやキャベツを届けてくれなくていいから。こんな悪い子からの贈り物なんていらないもの。イファって誰だ？配達員か？そんなのどうだっていいでしょ。こんなことつるんでるんだから、きっとろくな子じゃないわ。はあ、子供って大人になるとちっとも言うことを聞いてくれないのね。どうせ何言ったって無駄なんでしょうけど。ほらルン、まだ使命とやらについて考えてるのなら大間違いよ。地脈がこんな風になっちゃったのは決して君のせいじゃない。あの件はもうとっくに終わってるんだからね。なんだか内輪の話題に入っちゃったな。全然わからないぞ。それは違う、ばあちゃん。いつも何を言ってもしょうがないと投げやりになるけど、それが本気じゃないのは知っている。でも今回は本当に傷つけてしまったことも分かっている。すまない。この声は？ホーラルン？どこにいるの？なんだか声がすごく遠いぞ。目の前にいるのになんでだ？本当に申し訳ない。ナタを救う責任は誰にでもある。もう行かなくて。オラルン、戻ってきてちょうだい。オラルンったら、もう植物の胞子でできた粉？これで騙してたのね。なんで急に遠くに行っちゃったんだ？一体どういうことだよ。ただの小細工よ。胞子を粉にしてうまくばらまけば幻を作り出せるの。全然わからなかったわ。もしかしてあの子、毎日こうやって畑で野生動物を捕まえてるの？だからこんなにうまいのね。って上達して何の意味があるのよ。ああ、もうムカつく。今度会ったら足をへし折ってやるんだから。ああ、落ち着いてくれよ。でもオロロンはどうしていつも逃げるんだろうな。
ナタを守るために、なんでオイラたちから離れる必要があるんだ。さっきはあの二人と何か話をしてたのよね。割り込んじゃってごめんなさい。でも二人のデタラメを最後まで聞いたところで何の役にも立たないと思う。問い詰められればいつかは口を割ってしまう。それが怖くて逃げたんでしょうね。本当にもう。町までもうしばらくかかるから、ゆっくり歩いていきましょう。どこから話せばいいか、考えさせてちょうだい。時間はある？お腹空いたし、何か食べない？確かに、ずっと何も食べてないよな。気が緩むと一気にお腹が空いてきた気がするぞ。じゃあ、酒場でちょっと休みましょう。私のおごりよ。え、いいのか？おごってもらえるんだぞ。お、でも、さっきからこいつ全然喋ってないよな。なんか機嫌が悪そうだぞ。まあオイラたちは立派な冒険者だからな。ちゃんと自分で払えるぜ。君たちまでおごらせてくれないのね。はあ、ただご飯をおごりたかっただけなのに。え、オイラたち、お前がモラを使わなくていいようにって。はぁ、モラのことなんてどうだっていい。長い道を一緒に歩んできたから、君たちをいたわりたいだけなの。このつまらないおばあちゃんにおごるチャンスをちょうだい。わかったから。シトラリ、元気を出してくれ。ステーキを食べれば元気になるから心配しないで。入り口に立ってる二人、顔がそっくりね。双子かしら。え、一人しかいないけど。あれ、どうして。見間違えたのかしら。マスター、おかわり。まさか酔ってるんじゃ。はい、ご注文の品よ。あら、グラスバーバがお友達を連れてくるなんて珍しいわね。しかも最近話題の旅人じゃない。え、オイラたちを知ってるのか。もちろん、カチーノを救ってくれたんでしょ。シトラリおばあちゃんとお友達になれたのも納得ね。普通の人じゃ相手にしてもらえないもの。おばあちゃんに新しいお友達ができたのなんていつぶりかしら。みんな本当におばあちゃんって呼んでるんだな。おばあちゃんって呼ぶのも失礼かもしれないわ。
本当ならおばあ様って呼ばないといけないくらいなんだから。おばあちゃんは名園の主の有名人だから、みんな勇気がなくて話しかけられないの。あらあら、ちあんか、私の前で悪口？悪口だなんてまさか。おばあちゃんに新しいお友達ができたのが嬉しいの。お得意さんのお友達はきっとお得意さんになってくれるでしょ。もういいわ、お仕事に戻ってちょうだい。見ててくれなくたってテーブルに吐いたりしないから。じゃあその言葉を信じるわ。ストラリー、ストラリー。誰？はあ、呼び捨てだなんて失礼ね。この黒曜石のストラリと勝負したいの？おい、起きてるか？誰もいないところに向かって喋ってるみたいだけど。はあ、勝負してどうなるの？負ければ怖くなって私から逃げるんでしょ？どいつもこいつも私をシャーマンの妖怪だなんて言って。私のどこが妖怪よ？どこが妖怪に見えるの？ストラリばあちゃんは妖怪じゃないぞ。そう、暇そうに見えるでしょうけど、やらなきゃいけないことが山ほどあるの。族長の悩みを解決したり、大霊と話したり、瞑想したり、それに勉強しに来たガキどもの面倒だって。新入り、そう、君のことよ。とぼけないで。年相を見るとき指南してあげたでしょ。わかりにくかった？ふん、やっとマナーのわかる子が来たみたいね。そう、おばあちゃんはすごいのよ。すっごく頑張ってるんだから。まさか目を開けたまま寝たのか？漆黒の帳の中で象の幕が開かれる。煙の中には、おばあちゃんは瞑想してるの。飲みすぎるとこうなるだけで寝てるわけじゃないよ。頭の回転めちゃくちゃ早いんだから。これも名園の主の得意技か？名園の主っていうか、シトラリおばあちゃんの才能かな。他人にできることならおばあちゃんはほとんどできる。でもおばあちゃんにできることはなかなか真似できない。警戒の赤が昇る。あの瞳の中に、わあ、旅人、パイモン、私、どうかしたのか？ちょっと、吐き気が、ちょっと、大丈夫？うわ、吐いてなくてよかった。びっくりしたぜ。テーブルに吐くのかと思ったぞ。そんなお行儀の悪いことをするわけないでしょ。今までも吐いたことなんてなかったし。本当よ。大丈夫か？ちょっと歩いて呼吸を整えるか。はあ、
話したいことはいっぱいあるんだけど、どう言えばいいかわからない。なんでだよ、言いたいことがあるなら言えばいいじゃないか。君ね、そういう問題じゃないでしょ。知り合ったばかりなのに愚痴を言ったりしたら嫌われちゃうもの。じゃあ何を言われても嫌ったりしないって言ってほしいのか。そんなんじゃないの、羞恥心よ。わからない、こんなに長く生きてきてもまだ捨てきれないものなのよね。君にだってそういう気持ちはわかるでしょ。実は。え、何。いい機会だし行っちゃおうぜ。じゃないし、オイラたちも文句を言って当然だと思ったぞ。ありえない、なんでそんなことが起こったの。声に出したのを聞かれちゃうならまだしも、心の中でぐちぐち言ってるのまで聞こえちゃうなんて、そんなのありえないでしょ。家の鍵がかかってなくてキャベツを届けてくれた人にパジャマ姿で寝っ転がってるところを見られた時みたい。そんなことまでしてたのかよ。パジャマぐらい誰だって着たことあるはずよ。200歳でも500歳でも1000歳の人だってパジャマ姿で寝っ転がることくらいあるでしょ。みんなすることをしただけなのに。外に出ましょう、話したいことがあるの。絶望してるっぽいぞ。一生牢屋で過ごそうって観念して洗いざらい吐こうとしてる犯人みたいだ。行くよ。どう？ここの風景悪くないでしょ。一人の時はここに来るのがすごく好きなの。確かにすごい見晴らしだな。はあ、泣きたい。え、泣かないでくれ。どう慰めていいかわからないぞ。泣きたい気分って話。まったく、助けてもらってるのにお礼を言われるなんて、私かっこ悪い。あんまり気を使わないで、じゃないとしんどすぎるわ。いいのか？お前って年功序列にこだわるやつなのかと思ってたぞ。昔はそうだったかもね。それと確かに名園の主の人にはそういうことは言わない。みんなの目に私は変なおばあちゃんとしか映ってない。この認識はもうずっとあるものだから、なかなか変えられないの。普通の人とあんまり変わらないと思うけどな。名園の主の子たちがその言葉を聞いたら発狂するでしょうね。
グラスバーバは偉い人なんだから、そんな言い方しないでって。ストラリがすごいから怖いんじゃないか。怖いって人もいれば、悔しいけど勝てないって人もいる。それでだんだん私とどう付き合えばいいかわからなくなっちゃったのかもね。君たちは？私が怖くないの？え？全然怖くないと思うぞ。君たちは名園の主で暮らしてないから、私がどれだけの人の才能に対する幻想を打ち砕いてきたか知らないもの。私を見れば、たとえ一生を費やして頑張っても、私のように生きた伝説にはなれないとみんな悟ってしまう。ちょっと大げさに言ってるわけじゃないのよ。信じてくれないのなら聞かなかったことにして。え、信じてないわけじゃないぞ。シロネもお前のことを真っ先に思いついただろ。オロルンだって怖がってないし、あいつにとってお前はばあちゃんだからか。ええ、あの子は特別なの。君たちは私とオロルンを助けてくれたし、マービカ様の計画も知ってるから、本当のことを話してもいいか。ナタでは、オロルンは実は特別な存在なの。捨てられた子だって言ったでしょ。捨てられた理由は、あの子の魂が不完全だからよ。これは名園の主では不吉な兆しで、役と災難をもたらすって言われてるの。両親が誰なのかは誰も知らない。あの子は村外れの石の上に置かれてたの。獣とかに食べられなくて、本当に運が良かった。名園の主では、人の魂は見えるものだと信じられてる。そしてオロルンの不完全な魂は、あの時のナタにある可能性を提供した。ある儀式を行うのよ。その中で、オロルンは媒体となる。具体的には、散らばった魂をオロルンの体に入れて、ヤガミの国に送るの。この儀式を完成させれば、地脈の力を強化できる。ちょっと待て、なんかおかしいぞ。ええ、すぐに要点をついてくれたわね。ヤガミの国が破壊されて、中の魂は死散した。地脈に帰れず、さまようことしかできない魂がいるの。そして魂が散り散りになったせいで、ヤガミの国は衰退の一途をたどってる。でも、さっきの方法でなら大量の魂を一気に送り返すことができるから、お互いにいいことなわけ。ただ媒体としてのオロルンは完全に生贄になるのよ。でも族長がこんな方法を思いついたのも無理ないの。当時地脈の状況はかなり悪かったし、ナタが滅びるなんて誰も望んでいなかったから、ちょうどいい人材がいるのなら試してみたくなるものよ。族長が意見を聞いてきたけど、私は承認も反対もしなかった。彼らは試み、そして失敗した。それでオロルンは助かったってわけ。笑えるでしょ。承認しなかったからって正義とは言えない。だって反対しなかったってことは黙認したってことなんだもの。もし儀式が成功してたら、オロルンは死んでたかも。名園の主では生と死は忌避するような話題じゃない。でも生まれたばかりの赤ん坊を死なせるなんてあんまりだわ。あの子の生きる意味はどうなるの？それは他人のために命を捧げることだったっていうの？
あまりにも不公平じゃない。だから計画が失敗したと分かった時、罪悪感に駆られながらも私は密かに安堵した。この計画は秘密にはされなかった、あるいは秘密にする必要がなかったのかも。オロルンが大人になって調べてみれば、子供時代の経験の意味はわかるはずだから。オロルンは生き残れてよかったと思うだろうとみんなは思ってたし、あの子も何も言わなかった。でもその件を忘れかけた頃になって、あの子、急に聞いてきたの。ばあちゃん、じいちゃん、もしあの時、儀式が成功したら、ナタは助かっていたのかなって。そんな、あいつのせいじゃないのに。ええ、あの子は分かってるはずだけど、それでも気に病んでしまうのよ。あの子は魂に対して敏感だから、血脈の状況がどれだけひどいか、人一倍分かってる。今でも、ナタのために何かすべきだと思ってるから、ファデューに協力したんでしょ。まったく、一体何を吹き込まれたのやら。隊長はもう方法を見つけたって言ってたよな。オロルンもその方法でいけるって思ってるってことか。このまま放っておくわけにはいかないぞ。あいつによく言い聞かせないと。おい、シトラリ、顔色が悪いぞ。大丈夫か？帰って寝るか？多分飲みすぎたのかも。大丈夫、風に当たれば良くなるから。やっぱり飲みすぎた。はあ、帰りましょう。どう感謝すればいいのかしら。君たちには本当にたくさん助けてもらってる。ありがとう。気にするなって、友達だろ。それにオイラたちはお前に貸しがあるから全然怖くなんかないぜ。それもそうね。わかった、今日のところは帰って寝るわ。また次回一緒に考えましょう。お友達ね。覚えておくわ。オロルンはきっと隊長と合流してるよな。予備案ってやつについてか？隊長の話を信じるのか？確かに。あいつに聞くのが一番早いな。でも今日は遅いからもう寝ちゃってるだろうな。明日の朝一に行くってことで、今日はもう、寝ようぜ。起きたのね。ちょうど呼びに行こうとしてたところよ。ずいぶん早起きだな。昨日の夜はあんなに飲んでたのに。すごいって褒めるべきか？
昨日のことはもうやめて。恥ずかしいから。私もうるさくて起こされちゃったの。見て、競技場に集められた選手たちがみんな動き出したわ。多くの場所がアビスに襲われていて、名園の主もターゲットの一つだそうよ。今すぐ戻らないと。え、またアビスか。お前一人で大丈夫か。手伝おうか。大丈夫。各地に駐在してる選手たちもいるしね。対応も早かったからそこまで深刻な状況にはなってないと思う。競技場が人手不足みたいだから行ってあげて。今さらもう言い訳を考えてあげたりしない。あの子もいい歳なんだから、自分の行動にはきちんと責任を持ってもらわないと。私はあの子の保証人だから、談義室に行って真実を報告するわ。どんな処分が待っていようと受け入れるつもりよ。でも先に名園の主に戻って危機に対応するくらいは許してもらえると思う。それと古名の件については問題が解決したらすぐにシロネのところに行くわ。お友達との約束は忘れないから安心して。うん、ありがとう。それじゃ。すごい速さで行っちゃったぞ。かなり深刻な状況みたいだな。みんな競技場に向かってるみたいだけど、今の状況を聞いてみようぜ。こっちこっち。我らが異教の星、旅人が来てくれたよ。みんな来てたのか。異教の星ってなんだよ。まあまあ、とにかくすごいって意味。君たちが腕を披露するのにぴったりな緊急事態だよ。待ってくれよ、まだ状況がいまいち分かってないんだ。私が説明する。アビスが突然、北条の国、名園の主、小玉の子、そしていくつかの野外の拠点と監視塔を襲撃してきたんだ。ああ、しかもどんどんエスカレートしてる。各部族の戦力はそこそこ充実してるから、今のところ大きな脅威はないわ。でも、野外でアビスに遭遇した冒険者や商人は、大変な目に遭うでしょうね。私、お姉ちゃんと野外で生存者を探して治療してたの。帰ってきたばかりなのに、また行かなきゃいけないことになるなんて。念のため、私も北条の国に戻って確認する。モアラニはどこに行くんだ？だったら、私は児玉の子を手伝おうかな。一番近いから、すぐ着くと思う。君たちも一緒に来ない？なるほど、かなり重要そうだね。大丈夫、児玉の子のことは私たちに任せて。君たちとエンジン様との話が終わった頃にはアビスの脅威なんてきれいさっぱり片付けられてるかもね。そうだといいな。北条の国もなんとかなるといいんだが。あいつらの筋肉は飾りじゃないから安心しなって。ではここで別れよう。みんな何をするにしてもくれぐれも気をつけてくれ。変なものに取り憑かれたりしないでね。もう心配したくないの。そのことは一旦置いておこう。まあまあ、みんな心配して言ってるわけだしな。じゃあオイラたちはエンジンに会いに行こう。さっさと話を終わらせてみんなを手伝いに行こうぜ。ああ、君たちか。久しいな。
見ての通り厳しい状況が続いている。各地に負傷者が出ているんだ。君たちの冒険団には興味あるが、あいにく今はタイミングが悪いから手短に話してもらいたい。大丈夫だぞ、オイラたちも急いでるからな。この話が終わったら小玉の子に行くんだ。何？別の方法はあるが、代償が大きすぎるから私はそれを実行したがらないのだと、そう思っているわけか。ファデュイの情報網はやはり侮れないな。神の心に関しては確かに事実だが、完全な情報ではないようだ。聞かれた以上は誠実に答えよう。ただどうか内密にしてくれ。神の心の力を使えばナタは救えるが、大きな代償を支払うことになる。方法というのは、八神の国の魂と記憶を全て抽出し、地脈を包み込む大きな網を作ることだ。アビスの侵入を防ぐためにな。え、魂で網を編むのか。じゃあ。ああ、魂とは命のもう一つの形だ。この方法の残酷さは言うまでもないだろう。八神の国には魂だけではなく、記憶や伝説も存在しており、それらは全て網を編む材料となる。しかし網にしてしまえば、私たちの文化や歴史は全て消えてなくなる。編んだ網までもが侵食される前に、地脈の損傷の問題を解決できなければ犠牲は無駄に終わるだろう。代償が大きすぎるから私はその方法をそもそも予備案に入れていない。単に勝利するだけではなく、それが本当の意味での勝利と言えるかどうかも考えるべきだからな。もちろん今実行しようとしている計画にもリスクはある。しかしそれは私が熟考した上で導き出した最適な選択肢だ。ああ、ナタという地は長年アビスの脅威にさらされてきた。あまりにも特殊すぎるからだろう。歴代の縁人は皆悲観的な考えを持っていたようだ。最後の手段が用意されているのはナタ人のためだけではない。テイワットの他の地に住まう者のためでもある。だがこの方法は秘密として守られてきたのだ。隊長はどうやってそれを知ったのやら。隊長は新しい方法を見つけたとも言ってたけど、まさかそれも似たような過激なやつじゃないよな。神の心がない以上、他の手段はもうないはずだ。だがハッタリをかける必要もある前に、疑問を解消するには隊長が何をしているのか調査するしかないようだな。その顔、さっきは一瞬疑っていたな。うん、そんなわけ。って何言ってるんだよ。君らしい答えだ。正直だな、気に入った。私を疑ったのは慎重さゆえか、焦りからか、それとも単なる好奇心からかはわからないが、何はともあれナタの人を救うという目的は変わらない。私の回答を聞いてもなお懸念が残るか。びっくりしたぞ。お前ってほんと誰が相手でもひるまないよな。それでいい。そうだ、私のことはマービカと呼んでくれ。友人たちは皆そう呼んでいる。そう呼ばれる方が好きなんだ。隊長についてだが、ファデュイを調査する情報員が直に帰ってくる。すぐ答えがわかるだろう。
もうちょっと待たないといけないのか。今はまださほど深刻ではない。今回アビスは同時に複数の場所に侵入してきたが、付近に駐在している戦士たちで十分対応できるはずだ。人員の手配は済んでいるし、カバーできていない数箇所については私が人を率いて解決しに行くから心配ない。え、お前自ら出陣するのか。でもお前の力はもう聖火に捧げたんじゃ。その通りだ。だが今は魔人ほどの力はないが、私が炎人になるまでは優れた戦士だったことを忘れないでくれ。感情からしても理屈からしても後方に甘んじているわけにはいかない。そうだろ。おっと、また疑うのか。しかも今回は実力を疑われるとは。傷ついたな。こんな悪いタイミングでなかったら君と勝負してみたかったよ。長い目で見ればたとえ迅速に対応できたとしても、この方法は完璧ではない。ナタ人を他の国に避難させる方法も考えたが、ヤガミの国とナタ人は切っても切れない関係なのだ。ナタを無理に話そうとすれば悲惨な結末をたどるだろう。すでに拠点の防衛を強化するよう各部族の族長に通達し、部族のメンバーには外出を控えるよう伝えた。次は適切なタイミングを見つけてナタの現状を公表する。どうなっちゃうんだろうな。ちょっと心配だぞ。ああ、その他の反応もあるだろうがな。まあそういうことについては何とかするから大丈夫だ。まずは体調に関する情報が手に入り次第すぐ君たちに連絡しよう。おう。さて、オイラたちもそろそろ出ないとな。ムアラニを追いかけようぜ。まだそこまで遠くには行ってないはずだ。心配するなと言っているだろ。チーナの方はあと何？全員避難してもらったよ。あ、旅人さんとパイモンちゃん。今どんな状況だ？あと一箇所キャラバンが閉じ込められてる。早く助けてあげないと。一緒に行くよ。私も行く。じゃあ行くよ。ここはうちらに任せて、自分の安全を優先して。
もう終わりかと思ったよ。どうお礼を言えばいいのか。気にしないで、無事で何よりだよ。どれどれ。うん、取られたものもないみたいだね。アビスってモランには全く興味がないみたい。これで小玉の湖周辺のアビスの凶紋は全部解決かな。ふぅ、よかった。さっきも本当に焦ったよ。そうだ、シトラリは一緒に来なかったの。名園の主も襲われてるから一旦集落に帰ったんだ。コメイの件はまた後で話すことになってるぞ。そっか、まあそれもそうだね。まずはこの状況を何とかしないと。ここで長話ってのもなんだし、トリマ集落に戻ろう。やっぱり怪我人が出ちゃった。はあ、もっと早くついてれば助けられたのに。アビスは初っ端から猛攻撃を仕掛けてきたからね。警報を聞いてすぐ駆けつけたけど、すでに魔物の数は手に負えないほど増えてた。幸いすぐにカチーナが戦士たちを率いて駆けつけてきてくれたの。そんでみんなで力を合わせて一気にアビスの凶紋をいくつも壊した。いやいや、みんなと一緒に来ただけだよ。それより野外に駐屯するって方針のおかげだと思う。そうじゃなきゃ到着するまでもっと時間がかかってた。湿った芝生の上に寝るのはあんまり快適じゃなかったけど、全部報われたね。ヤガミの国のことでしょ。どうか、うちらが黙ってても薄々気づいてる人は増えてんじゃないかな。状況は悪化するばっかなのに、待つこと以外何もできないなんてイライラしちゃうよね。エンジン様の計画にある残り二人の英雄がいつ現れるかも未知数だし、今私たちがやるべきことはエンジン様のために時間を稼ぐことだよ。みんな元気出して。どん相変わらず前向きだな。お前がいると元気が出るぜ。サンキュー。ま、私の一番の取り柄だからね。うちらに全部話すわけにはいかなかったんだろうけど、神の心の力を使えばこの状況を緩和できる。ただ大きな代償が伴うってマービカは言ってたんだね。どんな手段でかはわからないけど、隊長もそのことを知ってエンジン様に戦いを挑んだ。それで解決策があるのになんで行動しないのか問い詰めたのか。もし隊長がエンジン様と同じぐらいの情報を把握してるとすれば、疑問を抱くのもわかる気がするな。リスクが高いのは事実だからね。6人の5名の継承者が全員揃うかどうか、私たちですらわからないもの。競技場を出る前にマービカと話したんだ。あいつ曰く隊長の言う手段は代償が大きすぎるらしい。それもそうだよな。安全な方法があるならとっくに試してるだろうし。うん、私もエンジン様を信じるよ。カチーナちゃんがヤガミの国に閉じ込められた時、エンジン様はごまかしたり逃げたりしないで全力でサポートしてくださった。カチーナちゃんを助けるために貴重な記念品を全部燃やすことも厭わなかった。命だから、ナタを救う方法について何か隠してるなんて到底思えないよ。
そうだね。そもそも隊長とうちらとじゃ対象に対する考え方が違うのかもね。命はもちろん大事だけど、うちらにとって同じくらい大事なことはたくさんある。歴史とか記憶とかね。神だから言えることと言えないことがあるだろうけど、少なくとも今回の件については隠し事はしてないと思うぞ。となると隊長が見つけたっていう新しい方法が何なのかってことが要点になるね。エンジン様でさえ知らないんでしょ。うん。それに隊長って人はスネージナヤの出身なんだよね。フォデュイがあなたを助けるなんて不思議だなって思っちゃう。頭がパンクしそうだぞ。やっぱ情報が足りなすぎ。ファデュイが何を企んでるのか知らない限りどうにもならないな。なら一緒にマービカのところに行かないか。ファデュイの行方を調べてるって言ってたから、そろそろ結果がわかるはずだ。ファデュイの奴ら結構な人数だったし、すぐ尻尾をつかめるんじゃないか。だね、そうしよう。こっちもいくつか推測してることがあるからさ、もうちょっと情報が揃えば真相が見えてくるかも。モアラニちゃん、駐屯チームに興味はない？あるある、ちょうど言おうと思ってたところ。ぜひ入らせて。もしここにもっと早くついてたら怪我人はもっと少なくて済んだはず。そしたらその分こっちの戦力も維持できたでしょ。この循環って大事だと思うんだ。じゃあ申し込みに行く。人手が足りてないからすぐ返事がもらえると思うよ。申し込み？そんなのいらないよ。カチーナちゃんについていけばいいでしょ。それはそうだけど、でもちゃんと指示に従ってね。大丈夫だって。申し込みなんて面倒だもんね。手間が省けてよかったよ。じゃあこの辺りで解散しよっか。今度また祝勝会をやりましょう。うん、絶対だぞ。マービカ！あれ、チャスカとクイクもいるのか？あ、クイク、大丈夫か？うん、大丈夫だから心配しないで。野外で偶然ファデュイを見つけてそのまま後をつけたそうだ。ファデュイ？順を追って説明するから落ち着いてくれ。実はファデュイだ。ファデュイもアビスに襲われたの？いや、違うみたい。行商人たちを保護してる。ほら、あそこ。確かにそうらしいな。何か取引でもしてるのか。もう少し観察してみよう。怪我がなくて何よりだ。最近各地でアビスの魔物が湧いている。旅行の計画は取りやめて、しばらくは競技場から部族の拠点に避難しておいた方がいいだろう。ありがとうございます。でもお礼にできるようなものが何もなくて。礼などいらない。任務を執行中に君たちが危険な目に遭っているところを見かけたから助けたまでだ。本当にお礼がしたいなら俺たちに会ったことを口外しないでくれると助かる。そうだな、ナタの戦士が助けてくれたことにすればいい。ええ、わかりました。でも
余計なことは考えるな。何か企んでいるわけではない。ただ隊長様が煩わしいことは嫌うのでな。無論これはあくまでこちらの望みであって、決定権は君たちにある。ファディが口を封じるときは強硬手段を取るな。わかりました。行きましょう。聞いた？隊長って言ってたわね。変人様が行方を追ってる人じゃない？ああ、大物の予感だな。だが取引ではなく、通りすがりに人助けをしただけのようだった。何か企みがあるようには見えなかったな。隊長のナタを救いたいという言葉は信用ならないと思っていたんだが、奴の言葉が真実であることを裏付けるような光景だった。私たちファデューに対する先入観にとらわれすぎなのかしら。結論を出すのはまだ早い。後をつけるぞ。奴らの目的地と行動を把握しておく必要がある。目的地はここだったみたいね。びっしり見張りで囲ってある。厄介だわ。お前はここで待ってろ。中を覗いてくる。ちょっと待ってってば。こんな状況でどうやって乗り込むの？見ろ、地形を利用すればいい。奴らは火翼の集いの移動手段に詳しくないかもしれないしな。そうかもしれないけど、ここからじゃ奥の方は見えないのよ。バレずに隠れていられる場所が必ずあるとは限らないでしょ。一人だとどうしても視界に死角が生まれるものよ。警備が厳重な場所ほど調査する価値がある。たとえ隊長がここにいなくても、ファデュイが何を企んでいるかぐらいは探れるはずだ。リスクを冒してでも情報を手に入れる価値がある。聞く耳持たずね。はいはい、わかったわ。ただし私も一緒に行く。なんだそれは。私の案の方がマシだ。ずっと患者の治療のためにあちこち駆け回っていたのに、無茶したら体が持たないぞ。私は自分の身を守れるが、今のお前は。私だって守れるわ。それお前自身も信じてないだろ。信じるかどうかはお姉ちゃんの問題よ。お姉ちゃんが一人で突入して五体満足で出てくるなんて想定、実現できると思う？私が言うことを聞かなくてお姉ちゃんに迷惑をかけたことなんて一度もないでしょ。むしろおね。分かった分かった。ここで言い争っても仕方ない。絶好のチャンスを逃すわけにはいかないんだ。やっと折れてくれたわね。心配しないで、私だってれっきとした火翼の集いの誇り高き若者なんだから、これぐらいお手の物よ。なら昔みたいに手分けして行動しよう。手で合図を送り合いながら互いの死角をカバーしつつ、必要な時はサポートする。ロープは持ったな？バッチリよ。行きましょう。ファデュイがみっちりに張ってるな。ここはクイクの合図を待とう。今だ。
またとないチャンスだ。必ずものにしないと。よし、バレてない。順調だ。次はあそこの高台か。やっぱりファディが見張ってる。クイクの方がよく見えてるみたいだ。あいつの合図を待とう。合図だ。よし。ここからじゃこれ以上合図を送れそうにないわ。先に進むしかない。お姉ちゃんもそう思ったみたい。ファドゥイの動きを注視して合図を送ってくれようとしてる。ここは待ちましょう。今だわ。バレるところだった。一気に向こうまで行くのは無理そうね。チャンスを伺いましょう。に負けないんだから、大事そうなところは全てファディが見張ってるわね。遠回りするのもありだけど、あ、いいこと思いついた。何の音だ？爆発か？うやっ、臭い！うやっ、なんだこの匂いは。おい、何してやがる。そりゃこっちのセリフだ。効果てきめん。あの人たち、ファディが目の上のタンコブだったみたいね。いい口実とばかりに噛みついてくれたわ。あっちの山の人も加勢しに行った。よし、お姉ちゃん、こっちこっち、迎えに来て。クイクのやつ、頭が回るじゃないか。すぐ行く。手をつかめ、早く。うん、こっちよ。誰もいないことは確認済みだから一番奥まで近づけるはず。私みたいな優秀なアシスタントは引く手あまたなのよ。お姉ちゃんだけが認めてくれないんだから。ああ、私の問題だ。クイック、よくやってくれた。わざと嫌味な言い方をしたのに、あっさり認められたら私の方が悪役みたい。とにかく目の前の状況に集中しよう。ここは敵の真っ只中だ。滞在する時間が長くなればなるほどリスクも大きくなる。お姉ちゃんが気にしてないならいいわ。それにしてもファディがあんな大掛かりに発掘作業を進めてるとはね。まさか文化や歴史に興味があるのかしら。おそらく竜が残した資源装置を探してるのだろう。わずかな記録しか残っていない古代の代物だ。
地元の人ですら使い方はよく分かっていないのに、なぜファデュイが。問題なく機能しているようだ。隊長様がお探しになっているのはこれで間違いないだろう。苦労なすれ、やっと見つかったな。持ち帰って報告しよう。持ち帰るってどこに？ついてく？お前、まだついてくるつもりか。当たり前でしょ、最強コンビなんだから。最後まで一緒に行動しないと。何の音だ？ち、気づかれた。逃げるぞ。石が落ちてくるわよ。お宝を見ておいた方がいいんじゃない？騙しやがったな。奴らを捕まえろ。なんとかファデュイを振り切った後、再び後を追ったんだが、奴らは同じようなものをいくつも集めていた。でもその後も行動を取る様子はなかったから、一旦撤退することにした。で、クイクはそいつらに追われた時に怪我したわけ？いや、自分のキャパを把握できていなかっただけだ。競技場に戻る途中、力尽きて倒れた。少なくとも作戦中は足を引っ張らなかったでしょ。私の連勝記録は途切れてないんだから。結果からすると二人とも素晴らしい活躍だった。家族でない私に言えるのはこれぐらいだが。はい、反省しています。これまでの情報からするとファディの狙いは古代の非現装置だろうね。うちらからしたって謎だらけのものを隊長が何の？私にもわからないが、神の心と似たような効果を発揮する可能性がある。この線で調べるとしよう。シロネン、ナタにいる非現学者を全員集めてくれ。オッケー。二人ともご苦労だった。クイクはゆっくり休んでくれ。君に見てもらった患者たちからの土産が談義室に数多く届いている。君に渡してほしいとな。私からもちょっとしたプレゼントを用意した。一緒に家まで届けよう。ささやかなお礼だと考えてくれ。みんなが私の大活躍の証ですね。ですが、エンジン様から贈り物をいただくわけにはいきません。私たちはナタのためにやるべきことをやったまでです。クイクのことはご心配なさらず、家に連れ帰って休養させますので。クイクの大好物のチビリュービスケットが入っているのだがな。え、欲しい。エンジン様、遠慮なくいただきます。こら、クイク。まったく。実は私も好きなんだ。君たちの分もあるから、後で食べてみてくれ。今から非現装置の資料を調べる。進展があればすぐ知らせよう。遠慮なくいただくぜ。じゃあ行くよ。これからどうするんだ？クイクを家まで送って、ちゃんと休むよう見張っててくれって父さんと母さんに頼んでくる。まるで囚人ね。家屋の集いに帰らなくたって1日か2日休めば大丈夫だってば。お前はいつも大したことないと言うが、まさにそういう大したことないことが大きな問題に発展するんだ。お前を宿で休ませたとしよう。アビスの襲撃を知らせる警報が鳴ったらすぐ現場に駆けつけるだろ。
絶対に宿から出ないって約束するわ。ほう、わかった。お姉ちゃんの言う通りだわ。自分でも無理って思ったもの。医者としてどんな状況でも患者さんを放っておくわけにはいかないの。この命がある限りね。情けないけど、その通りね。ひひ、初めて会った時、お前必死になってチャスカを止めてたもんな。私は医者よ。危険を顧みずに無茶する人がいたら、それが誰だろうと止めるわ。怪我してほしくないんだもの。なら私の心配も分かってくれ。医者と患者よりも近しい関係じゃないか。お前たち、やっぱり似てるな。どこがだ。私は常にリスクと代償を把握している。冗談じゃないわよ。お姉ちゃんったら、あるのは根拠のない自信だけで、しくじったら言い訳ばっかり並べるんだもの。おい、デタラメを言うな。あら、そう？じゃあ実例を述べてあげようかしら。ストップストップ、おいら、さっきの発言は撤回するぞ。気にするな、パイモン。喧嘩もコミュニケーションのうちだ。私たちもお互い気に留めていない。そうそう、これまでお姉ちゃんからはいくつも学ばせてもらったわ。例えば、感情に任せて行動するとかね。ま、家族だからしょうがないけど。引っかかる言い方だな。これって仲直りしたのか？どちらかが妥協しない限り、いつまでも私たちは平行線だ。でもだからといって敵対してるわけじゃない。そういうこと。お姉ちゃんが白旗をあげるまで気長に待ってるから。好きにしろ。さ、そろそろ帰ろう。じゃあまたな。問題がなければすぐ戻ってくる。そこまで急がなくても、家族とゆっくり食事ぐらいしてきたらどうだ。またね、旅人パイモン。体に気をつけて。ひひ、あいつらすぐに仲直りするんだろうな。いろいろ情報も集まってきたし、ここらで一旦整理してみるか。ごめんごめん、また変なタイミングで邪魔しちゃった。お、気まずそうな顔してどうしたんだよ。オイラたちに何か用事か？じゃあ、休憩を邪魔しちゃったお詫びに、今度炭焼きステーキをおごるから。うわー、何なりとご指示を。指示だなんて大げさよ。私たち友達なんでしょ。今回はある情報を伝えに来たの。この前別れる前にした話覚えてる？おう、オラレンの魂が不完全だって話をしてたよな。あと、ナタを救うためにオラレンは役立ちたいと思ってるって話も。お前と別れた後さ、オロルンは隊長のところに戻ったんじゃないかって旅人と話してたんだ。お前はどう思う？ええ、その推測は正しい。ついさっき証拠も手に入れた。オロルンが帰ってきたの。しかもあの子ったら、名園の主の拠点防衛戦にも参加したのよ。え、帰ってきたのか？計画から手を引いてって言ったけど、聞く耳を持ってくれなかった。成功まであと一歩だから諦めるわけにはいかないって。今回帰ってきたのは名園の主のためなんですって。集落を離れたのはナタのためとも言ってた。捕まえなかったのか？激しい防衛戦の真っ最中だったし、敵から部族を守ることで精一杯で、あの子のことにまで気を配る余裕がなかったの。
それにあの子も私を警戒して距離を取ってた。捕まえに行こうと思って隙を狙ってはいたけど、とてもそんな状況じゃなかったわ。はあ、ばあちゃんって呼ばれてるくせに結局何の役にも立てなかったわ。元気出せよ。あいつにとってお前と名園の主のみんなは家族なんだろ。苦労して育ててきてやったんだろ。そうね。今回あの子の姿を見てふと思い出した。小さい頃もあんな風に集落中を走り回って人様のお宅に上がり込んでは我が家のように遊んだりしてたなって。あの子は名園の主の子供で、なたの子供なんだもの。子供が家族のために何かしてあげたいって思うのは当たり前かもね。それに私の弟子だもの。あの子のトリックなんて私には余裕のよっちゃんよ。ってことは、ほら、オロルンの魂は不完全でしょ。だからあの子の魂が安定するようにお守りを持たせてあげてるの。効果を発揮するのはお守りにはめ込んである宝石なのよね。そろそろ取り替えなきゃいけない頃なんだけど、あの子に近づく術がないでしょ。だから物資補給袋に入れて名園の主を支援しに来てたイファに渡してオロルンに届けてもらうよう頼んだの。あ、イファってわかる？え？知らない？地元で超有名な獣医でオロルンの友達なの。しょっちゅう私にいろいろ届けてくれるのよ。事情を知らないイファは素直に預かってくれたわ。オロルンは袋から宝石を取り出してお守りに付け替えるはず。あの子にとってとても大事なものだから。きっと宝石に細工されてるって疑うでしょうね。でも正解は袋の方。袋に触れた瞬間、オロルンの記憶は取り外された古い宝石にコピーされる。へえ、そんなこともできるのか。すごいな。私だからこそできることだけどね。あの子が君の魂を八神の国に引きずり込んだ時の術だって、私にかかればちょちょいのちょいなんだから。あの子が私の細工に気づくことは絶対にないわ。つまりこの中にはオロルンの記憶が入ってるのか。ふん、私と駆け引きだなんて100年早いっつうの。さすがグラスバーバー。早くあいつが考えてることを覗いてみようぜ。そうよ、真相を突き止めたらこっぴどく叱ってやるんだから。ふん、ねえ、こんなおばあちゃんやっぱり嫌われちゃうかしら。正直に言って、慰めてくれなくてもいいから。うん、難しいな。おいらにはおばあちゃんなんていないし。なんて頼りない家族なんだろうってつくづく情けなくなるわ。昔の儀式のことも今回だって全然あの子の役に立てなかった。でも今を逃せば500歳になっても今日の光景が夢に出てきてムカつきながら目覚めることになっちゃいそう。確かにハッと目が覚めてその後泣くかもって、そんなわけないでしょ。おい、火に油を注ぐなよ。だから真相を明らかにしないと。あの子がカンカンに怒って遠い田舎に引っ越すことになっても私は平気だって。おばあちゃんが孫を守るのは当たり前でしょ。きっと後悔しない。一人で大丈夫か。一緒に行ってやろうか。え、来てくれるの？
オイラたちにも理由はあるしな。例えば、そうそう、あいつの記憶の中にファデュイに関する手がかりがないか確かめないと。君たち、よーし、一緒に行きましょう。途中で引き返すのはなしだからね。うん、安心しろ、オイラたちはプロの冒険者だからな。うんうん、そのプロ根性が大事よ。じゃあこれからあの子の記憶にこっそり潜り込むからね。うえ、すっごく後ろめたい気分。こうするしかない状況だったってこと、君たちが証言してよね。準備はいい？君たち、このところぐんぐん育ってるな。大きな大根になってくれよ。それから、イファは君を場所ばかり取っているというけど、僕からしたら君は立派な木だ。そうだろ？よう、オロロン、元気か？おかんびおじさん、元気だよ、おじさんは。相変わらずさ、また野菜たちに名前をつけてやってたのか。いや、ただの世間話だよ。それは面白い。で、野菜たちはなんて？もうすぐおじさんが来るって。あと、野菜と果物を持たせてあげてねとも言われた。それはそれは、またうまいもんをくれるのか。ああ、そうだ、昨日イファに会ったんだが、あいつの預かってたチャスカの竜がお前の大根畑を荒らしちまったそうじゃないか。イファと喧嘩してないだろうな。してないよ。でもどんな手段を使ってでもイファには謝ってもらうけど。おじさんの分はもう包んであるよ。どうぞ。本当に俺が来るって分かったのか？そりゃすごいな。明煙を灯すと幻影の中に道が見えるというから。じゃあ最近突然出てきたあいつらも見たか？突然？いや、見ていない。ハデュイが来たんだ。お偉いさんらしき奴は見るからにすごいオーラを放ってた。手下はそう多くないが、精鋭ばかりらしい。人探しをしてたみたいだったが、誰も話しかける勇気がなくてな。見かけたら気をつけろよ。名園の主の者のようだな。なぜこんなところに一人で暮らす？離れた場所で静かに暮らすのが好きだ。君がファデュイのお偉いさんか？そう表現しても間違いではないな。人を探しているのだ。お前も耳にしたことがあるかもしれん。シトラリという人物だ。ばあちゃん？よそ者が一体なぜ？ああ、聞いたことはある。彼女に何か用か？情報を隠そうとしているな。お前に聞いても仕方がなさそうだ。教えてくれる気はないのだろう？見透かされている。こうも簡単に諦めるのか？待て、シトラリを探している理由を教えてくれ。それは言えんな。自分のやり方で探させてもらう。一体なぜ？まさかファデュイとばあちゃんの間に何か関わりでもあるのか？何か企んでいるのかもしれない。ついていって確かめないと。
地脈の観察と探査をしながらばあちゃんの情報を集めているようだ。でもナタを信仰する意図はなさそうだな。何も好転の兆しが見えない。エンジンは約束を守らなかったということだな。大将様。ん？大した脅威ではない。気にするな。僕がつけてきたのに気づきながら眼中にもないのか。あいつがとてつもなく強いということはわかる。でも何か常軌を逸した部分があるような。言葉では表せないが、ある種の共感さえ覚える。どうした？すみません、急にめまいが。血脈が乱れたせいで外にいてはいけないものが未だうろついているらしいな。待て、なぜ名演の主の不術を。しかも溢れ出した魂を血脈に送り返した。至難とも言える技をいとも簡単に。ばあちゃんを探している理由とも何か関係があるのか。だいぶ良くなりました。ありがとうございます。気にするな。引き続き情報を集めろ。常に警戒を怠るな。アビスはいつ襲ってくるかわからんからな。異常に気づいたら演習の通りに戦えが、勝敗にこだわってはならない。情報伝達が優先だ。はっ。ファデュイもアビスの力と戦っている。一体なぜ。もしかして最初から悪巧みなんてなかったのか。あれからずっと後をつけてるけど、あいつら僕のことなんてまるで眼中にない。大した自信だな。部下からは隊長と呼ばれているようだが、聞いたことのない名前だ。ここは競技場の近くだが、今日は一体何をするつもりだ。二人は俺についてこい。残りの者は計画通り待機だ。各隊に知らせろ。もし俺が目的を果たせなかったらすぐに撤退だ。競技場に入るのか。でも中にはエンジン様が。待てよ、まさかエンジン様に会いに来たのか。隊長様、無礼を承知でもう一度確認させてください。本当に計画を実行されるのですか。傍観は終わりだ。そろそろバトンを渡してもらわねばな。ナタに残された時間はそう長くない。かしこまりました。ためらいもなく競技場へ入っていった。一体何をするつもりだ。くっ。このままでは勝負なんてつきそうもない。まだ戦い続けるつもりか。これは地脈の近くでも同じ気配がした。微弱だが魂が溢れ出している気配だ。だがどこから。ばあちゃんを探していたのはそのためか。あいつが死んだら手がかりが途絶えてしまう。止めないと。
まさかあのような目くらましが本当に役立つとはな。どれだけ濃い霧だろうと、太陽が存在する限り昼が夜になることはない。あの方はできないのではなく、そうする気がなかっただけだろう。君に残された時間はもう長くないぞ。その上怪我まで負った。次はどう打って出るつもりだ。お前の価値をもう一度検討すべきかもしれないな。ここから何かを聞いたのだろう。くっ。無理するな。エンジンと張り合えたのは君が初めてだ。やれやれ、手を出すには最悪のタイミングだと思わなかったのか。後をつけられていることはとっくに分かっていただろう。なぜ手を打たなかった？森の中を歩いていると野獣に遭遇することがあるが、どんな奴にも飛びかかってくる勇気があるわけではない。だがその野獣に君は助けられた。何が欲しい？何かが欲しくて助けたわけではない。僕の魂は人よりも敏感だから、血脈が弱っているのはひしひしとわかる。エンジン様がどんな対策を取っているのか知らないが、本当にナタを救えるのか。君がエンジン様に突きつけた問いは、そんな僕の心の声を代弁していたように感じた。だから君を助けるべきだと思った。ふん。なるほど。隠し事が得意なだけではないらしい。だが自分がどれほど無謀なことをしたかわかるか？わかっている。もう後戻りはできない。君を助けたことで僕は窮地に立たされている。競技場で公然とエンジンに挑んだ君を得意の術で助けた。エンジン様は名演の主の不術だと一目でお分かりになっただろう。僕は君と同じ船に乗ってしまったんだ。俺の意見を聞くつもりは毛頭ないようだな。今さらそんなことを言ったって手遅れだ。ことの発端から教えてくれ。なぜシトラリを探している？彼女と知り合いなのか？その前にお前は誰だ？あの時の反応からして彼女を知っているな。シトラリは僕の家族で師でもある。先ほどの不術も彼女が教えてくれたものだ。だから僕は彼女を守る責任がある。ほう。彼女を守りたいなら俺がエンジンの手で死んだ方が都合が良かったのではないのか？だがお前はそうしなかった。もっと分かりやすい説明が必要か？僕はナタの現状を変えたいと思っている。自分の手で何か成し遂げたいんだ。君は相当な変わり者に見えるが、僕に道を示してくれそうな気もする。変わり者か。ふん。名演の主に伝説のグラスバーバがいるということは誰もが知っている。大霊との意思疎通に最も長けた人物だとな。そして大霊は八神の国に関する多くの知識を持っている。大霊？八神の国？なぜ八神の国の知識が必要なんだ？お前の知るべき範疇かどうか判断しかねる。僕に命を助けられたことを忘れるな。ファデュイが恩知らずな輩だとしたら、
人は嘘をつくが魂は違う。僕が感じ取った限り、君の魂はずっしりしていてまっすぐだ。お前は確かに名言の主のものだ。請求に結論を出してしまったことを詫びよう。思っていたより有能なようだな。では行こう。お前が計画に参加するに足る器であるかどうか見せてみる。そんな方法があるとは。試してみる価値はある。ああ、ズタズタになった地脈を網を編む方法で守るのではなく、もっと根源から解決する方法。地脈の再構築か。でも激おこよ。あの子ったら、やっぱり昔のことを負い目みたいに思ってるのね。みんなに助けられて生きてきたからって恩返ししなきゃとか思ってるんでしょ。それはただの独りよがりだって言うのよ。ほんと意固地なんだから。そんなくだらない思い込みで私のことまで避け続けて、羽が生え揃ったからって好き勝手できるとでも思ってるのかしら。そんな風に育てた覚えなんてないわ。二度とあんな真似させないから。二人とも頑固なところはさすが家族って感じだな。それ褒めてるつもり？頑固さで言えばあの子は私の足元にも及ばないけどね。話を戻すけど、さっき聞いちゃったあれ、とんでもない話ね。ああ、隊長のやつ、地脈を再構築するとか言ってたぞ。本気なのか？でも、再構築って一体どういう意味だ？運命の食器みたいなものか？それで本当にアビスの問題を解決できるのかな？運命の食器？説明するのはちょっと難しいけど、カーンルイヤの装置なんだ。不思議な力があるらしいぞ。とにかく地脈がいじられたらナタのみんなが影響を受けるだろ。それってすごく大変なことなんじゃないか。つまり隊長は最初から最後まで嘘はついてないってことね。オロルンの記憶もそれを証明してる。なんで隊長はそこまでしてナタを救おうとしてくれてるんだ。とりあえずマービカに知らせないとだな。うん、一刻も早くね。